日はスイーツ食べないの？みっちゃん、今日はスイーツ食べないの？スイーツなんかあったっけ？分からない。プリン食べたい。あ、プリンね。これ食べたい。マグロ食べる。ん？マグロ。マグロ？え、1貫っていうのがあるの？そう、1貫が、1貫2貫選べるの？そう、55円。なるほど、すごい。すごいし、初めて知った。すごいし、それかっぱ寿司だけだよね。うん、いただきます。1貫だとすぐ食べ終わっちゃう。美味しいですか？うんうんうん。みみちゃんの森の、お、すごい来た、またちょっと何やってんの、ママ。おっしゃったの。美味しそう、これすごいね。すごいね、うん、具が大きい。すごい美味しそうなんだけど、うん、終わったのがいっぱい。本当に美味しそうなんだけど、ね、食べるよ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 。美味しい。美味しいですか？お兄ちゃんも言ってください。お、美味しいですか？お、すごい、もう3皿目です。ひーちゃんは2皿目？うん。もう止まったぞ。ミミもう酸素だったね。デザートいちごがあったの。ん？納豆好きだね。納豆、全種類の納豆食べんの？うん。うわ、すごい、さすが納豆好きだね。なになに、なに、納豆と卵どっちがいいと思う？1貫か2貫か。1貫にしときなよ、そんな食べれなくない？しーちゃんのも食べれる。うん、なに、納豆4皿頼んだ。来ましたよ。来ました、来ました。あら、やだ、美味しそうじゃない。あら、やだ、美味しそう。え、わさびどこにあるの？わさびこれだ。ありがとう、ママもどうぞ。うん、毎週お寿司食べてる気がするね。確かに、先週も食べなかった。食べた。1週間に1回はお寿司屋にいる気がする。確かに。でもちゃんと店は変えてるよね。うん、先週はま寿司だったじゃん、今週かっぱ寿司、うん、その前はスシロー、うんうん、次くら寿司かな、じゃあ。なんかすごい、結構なんか近くにあるからね。お、来た、納豆。おー、卵。あ、1個しか卵乗ってないの。うん、違うの。1貫、1貫頼んだら、あー、1貫頼んだら。なるほど、そういう頼み方ができるのね。頭いい。うーん、何？お、また来たよ、いっぱい。すごーい、めっちゃ来ました。アシビーズ。パパ、うん、すごい、これ美味しそうじゃない。パパ4皿、本当これ美味しそう。わさび、うん、あとこのお肉とお魚かな、これ、うん、お魚というかね、焼きの。すごい。お、また来た、来ました、来ました。納豆列車、納豆列車。しほちゃんがもう納豆、納豆で、やばい。これが中巻き納豆。中巻き納豆、うん、で、これが普通の納豆、うん、で、これが卵と、やばい、これが普通の納豆。ちょっと、全種類納豆きました。相当好きだよね。よし、食べましょう。食べてください。朝も食べたの。そうだよね、今日朝も食べたよね。あれ、どんだけ納豆好きみたいな。どう、おいしい？うん、うん。
食べっぷりがいいからね。しーちゃんは食べっぷりがいいからね。うん、よく言われる。絶対美味しいですよね。うん、すごい卵がなんかドロドロじゃないんだね。固まってんだね。絶対美味しいねこれ、うん、いただきます。フリフリポテト食べんの？ここフリフリポテトがあるの。うん、どう？美味しい？卵入り最高。うん、恵方巻きみたい。恵方巻きみたいなの。うん、美味しい。好きだね、納豆ね。ちょっと開けてください。おー、美味しそう。あ、結構いっぱい入ってんね。それを袋に戻すのか。うん、で、それを入れてシャカシャカ。うん、なるほど。ちほちゃん、納豆もうすぐなくなっちゃうね。ウケる。もうこれだけ。はい、ありがとうございます。お、いきます、いきます。フリ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 、頑張れ。おー、ちょっと油がすごい。何？太っちまうで受けてんの？何？なんで急にそんな受けるとこあった？太っちまうで受けてんの？リミだって気になるお年頃だからね。太っちまったら困る。何？大丈夫？大丈夫？そんな受けるところだったっけ？どう？おいしい？フリフリポテフリフリポーっていうの、ポテポテフリポー、すごい名前だね。また笑ってんだけど大丈夫？何、どうそんな受けてんの？うん、え？え？何？丼にポテト出すの？やっぱり丼に出すんだよ。でもリミが太っちゃうって言うじゃん。うん、そうだよ。そうだよ。出す？出さない。出さないのか。このまま行くのね。もうサーモンね。1、2、3、4、5、6。しおちゃん6皿。私も食べてたことないね。サーモン、サーモン、納豆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 。そうか、納豆がいっぱいありすぎてね。で、あと最初の一皿は1貫だけだったもんね。確かに、うん、納豆食べました。早。ママ3皿。少な少ない。ママやっぱ食べるよ。少ないよね。運動してないから。そう、運動してないからお腹が空かない。ひみちゃんのポテトをむしゃ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 。でもこのポテト美味しい ね、うん、だね。ファーストフード店のポテトみたいな味がする。すごい。ここからデザートタイムですか？そうです。ありがとう。プリン来ました。あ、美味しそう。これね、手作りプリンなんだよね。手作りプリンなの、これやばくない？美味しそうだね。いただきます。うれしそう。いただきます。どう、おいしい？おいしそう。これ見て、このこのさ、このさ、やばトロトロ感。これ手作りだから、うわ、おいしそう。おいしそうでしょ。皆さん、かっぱ寿司のプリンおすすめかも。これ200円かな、確か。うん、ね、おいしそう。おすすめかも、これ。おいしい。
先週さ、うん、なんだっけ、くら寿司じゃない何寿司だっけ、はま寿司、はま、うん、寿司でさ、プリンアラモードみたいなの食べたじゃん。食べた、美味しかった。なんかみんな美味しそうって言ってたよね、ラインライブで。美味しそうだったってコメントがいっぱいあった。プリンアラモード美味しそうだったってコメントあったよ。こっちの方が美味しい。あ、こっちの方が、皆さんこっちの方が美味しそうです。おすすめです。うん、うん、そう。来たんじゃない、来たんじゃない。お、来た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 。お、来たー、やったー、やばい。ちょっとしょうちゃん、またデザート来ちゃったよ。やばいね。これ食べ終わって、これ2個目デザート。やば、超美味しそうなんだけど。やば、美味しそう。ケーキにすればよかったかな。じゃあケーキも食べたらペロリといけるよ、プリンは。いただきます。しーちゃんだってほら、ケーキ2個目どう、おいしい、おいしい、おいしそうだね。おいしいよ、うん、これもおいしそう。おいしい。じっくり見るとね、こんな感じです。めっちゃおいしそう。こんな感じでスポンジが入ってるよね。おいしそう。ママはもうコーヒーもカフェです。え、来た。やっぱね、しおちゃん受ける。また来たよ。はい、だ、取ってください。プリン2個目。あ、やばい。しおちゃんこれを食べてまた堪能する。どんだけデザート食べんのっていう。でも今4時ぐらいかな、うん、でご飯食べないもんね、夜ご飯ね、このままね。これが今日最後のご飯だからしっかり食べないとね。今日、うん、風呂入って運動するから、うん、そうだね。食べた分動けばいいの。そう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 。なんか誰もいなくない、やばくない、眼帯だよ。ほら、誰もいないんだけど、やば、誰もいません。え、こ、好きすぎじゃない、うちらしかいないね、このターン。貸し切り、貸し切りだね、ほぼ。え、本当に貸し切りかも。隣もあんまいなくない。いるよ、簡単に強いですか。貸し切りではなかったね。4時、本当に4時、4時1分。本当だ。何でしろころかわいい、しろころかわいい、かわいい。フレッシュプリンいきます。おー、完食。完食。3個目のデザート、やっぱまだまだ食べれそうな顔してるね。ありがとう、いただきます。科学の結晶だ。本当にこれがプリンだ。ねえ、誰の真似してんの。何、あ、ドクターストーンの真似してんの。ママ見てないから分かんないんだけど、うん、見てない人にとっては全然分かんないけど。大丈夫。雷が足りねえ。これ雷って。火はあるやん。火は、火はこう雷じゃない。ジーマーでバイヤーのうまさ。ママの可愛かった。うっって、ママおい。何。ママとも全く同じことしてね。そう、挟まったドアに。そうそう、でパパがね、うんだったんだけどね、うん、ママね、うえー。ママの方がひどかった。ママの方が可愛いから。ママの方が挟まり、うん、なんでブサイクとかいるの。パパの方がまだ可愛いから。そうなの。